引っ越した先でゲーミングトレーニングも起きた。おはようございます。ディレクター、回します。引っ越し先からお送りいたします。テトレス99。1ヶ月ほどもう間が空いております。私ダメかもしれません。日々練習してんじゃなかったのかよと。日々練習はどこ行ったんでしょうかね。はい、今ねワークチェアにこう座ってね、テトレス99を起動してあります。見てください、ランク5です。まずはちょっとチーム戦でね、ちょっと仲間をね、仲間を募ってやっていきたいと思います。まあね、25、全員25人やから、今日はどうしようかな。俺水チームにしようかな。テトレス99ね、久しぶりは1コイントリーは全然やってなかったここ最近。だからね、かなり組み方遅くなってるかもしれない、もしかしたら。ちょこちょこしかやってないよね、なんか。相手時代ちょこっとやってるのはあったけど、長くやってるのはなかったかな。やっててってさ、やった人もそのまま帰ってくるやつあるから、正直。一部のところはね、もちろん帰ってこないパターンもあるけど、ある程度やってきたらそのまま帰ってくるから、そう、やってる時間の大切さ。よし、始めるぞ。まずはカウンターだ。とりあえずね、久しぶりだけど。久しぶりだけど、感覚は鈍ってないと信じたい。鈍っとったわ。おい、鈍ってんじゃねえかよ。間違えてんじゃん。おい、開幕 DT 思いっきり間違えてますよ、私。見ないで、見ないで。ちょっとみんなカット、ちょっとここ、ちょっとみんなここカットしてくんない?よーおっと、あいつはひでえなーって思ってたよね。あいつはひでえなー、なかなか。よかった、サンキュー。お、スピードアップも早いね。もうすんの?そうか、チーム戦だと、スピードアップのテンポが早いのか。始めるか、3列連。じゃあ、狙いは、炎チームにしようかな。行くぜ、始まるぜ、俺の3列連。まずはね、基礎的な3列連から行っていきますよ。はいはいはい、6、7。8、9、10。どうかな?とりあえず10連ね。とりあえず10連ね。っていきましょう。まあ、これでね、そこそこ打点が出たんじゃないかなって思います。そう、誰が倒してるね。まあ、味方が倒してるのかもしんないけど。まあ、このあたりはね、流すようにやっていきますよ。これはね、こっちに、うん、サンキュー。ナイス、あゆみの。で、こっちにして、もうこっちこっちしか言わないよね。みんなもうテトリス99配信なんて、もうこっちこっちしか言わない。あーんこっち3、4、5。あ、間違えた!やっちまったな。やらなくていいことしちゃったわ。無駄なことしちゃった。で、問題はさっきの置き水のところを、埋めたいんで、ちょっと早めにもうね、この辺り崩しちゃいましょう。おっと、カウンターしておくの忘れてたで。おっとっとっと、結構来るね。ちょ、結構来るんじゃないかい?それは。あ、やばい、ミスった。そう、こういうことよ。しばらくやってないとね、こういうことになっちゃうんだな。とりあえずね、目が追いつく速度なんで、基本的には目が追いつかないわけではないんで。おっとっとっと、登る。あー、登っちゃったのか。はい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 。で、これを右いっぱい入れといて、で、これをこっち入れて、はい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 。できる限りね、元の形を修復していきたいところなんで、関係をやり直す。一応ね、別れた恋人たちとね、あー、間違えた。一応帰った恋人とも一緒ですよ。俺たちよりを戻さないかって。おっと、だいぶ早くなってきたね。俺たちよりを戻さないか。俺たちまだやり直せる気がするんだと。何言ってんのよ、バカと。何言ってんだ、バカと。そしてね、思いっきりね、ビンとされるまでがテンプレなんですよね。大丈夫かな?これね、99の難しいとこっていうのは、掘れない、何て言うかな、置きたいとこに置けなくなるから、終盤。この、くる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 しとくことで、あー、やばいな、その大きい、そうそう、こういうこと。一番左にやりたかった、あ、なに?なんか勝ってた。やった、ランク上がった、6だちょ、みんな頑張ったの、どんな感じ?味方が弱い。まあ、CPU バトルやるか。どうしようかな。まあ、久しぶりすぎるから3からやってみ、なんか5は、4は勝てた気がするんだよね。4からやってみるか。よし、4からやるか。よし。ちょっとね、最近ね、練習してることがあるんで、ちょっとそれをやります。僕、今から。ちょっとね、最近ね、練習してるものがありまして、ちょっとそれをやりたいと思います。見せれるといいんだけどね、実際問題。ちょっと見せれるかどうかの確信はないんですけど、ちょっとやってみます。
あー、もうダメだ。あんま良くない形になっちゃったな。ちょっと分かるかな、みんなもうこの時点で賢い方は分かってるのかもしれないですけど、いや、このテトリス99でね、一番ね、まあ、チート技って言われてるものがありまして、登らない。チート技がありまして、一つ。やってみるか。とどめ打ちに変えて、狙いますね。じゃあ、早速。行くわ。やめるわ。これ繋がらないよ。多分、そのやり方は繋がらないわ。上登らないね。しゃあない。始めます。このね、今わかる？ 4 列開いてんですよ、穴が。つまり、4列連です、これ。よくある。最強の手法、4列連でございます、こちら。そう、4列開けることによって、一番、連が繋がりやすくて、火力が出る。それが、穴開き4列連。私の4列連は終わりました。それでいいのかよ。これ一番ね、まあ、チートだよね。テトリス99で一番連が繋ぎやすい。連攻撃は結局強いゲームにはなってるから、それが一番強いチート技ではある。っていうらしいんですけど、私、今のように、マスターはしておりません。ですよね。これで、俺、マスターしてたら怖いわ、むしろ。自分の才能が怖くなるわ。どうしようかな。カウンターでとりあえず、狙ってる人いるんで、カウンターしときましょう。もう、見てください。中木5列です、これが。未知の世界です。何をしてるの、俺は。5列とかもう聞いたことない、すんのやめろや。で、どうしようかな。まあ、結構フィーリングで積んでるんで、僕って。次のミノをちゃんと見とかんとあかん。お、危ない！中木さんです若干右！おー、やばい！ちょっと待って。あんな変なところに屋根できたさ。なんかあんなとこに屋根できたさ。なんであんなとこにハードロップした。とりあえずこの辺りで消しといて、あの屋根のとこまでなんとかしないと。屋根が邪魔すぎる。屋根あんなとこにできたらいけんでよ。なんであんなとこに屋根作ったかな。そう、こういうのがテトリス99の怖いとこではあります。はい、結構来ております。私本当に勝ったんでしょうかね。うわー、こっからね、見てください。ここから見せます。見てください。みんなカットしないで。ここカットしないで見てて。ここから見せます。私のね、成長技術でも見せるときやってきましたよ。大丈夫、いける。取り返せる。ここから割りかし取り返せるよ。CPU だもん、敵が。敵が対人だったら、もう負けでね。確かにこれは。これ確かに敵が対人だったら負けていると言っても過言ではないでしょう。登んないの？やばいね。それはやばいね。登んなかったのに辛いな、今の。今の登んないのは辛かったな。あ、間違えた。やばい。見てて。カットしないで見てて。ここからちょっと見せます。ちょっと見せます。不甲斐なさすぎなんだよね。ちょっと今ごめん、今の不甲斐なかった。ちょっと今のは不甲斐なかったんで、ちょっとさすがにもう一回やらせてほしいんですよ。ごめん、不甲斐なかった。ごめん、不甲斐なかったわ、今のは。今のは不甲斐ないと思ってる。自分でも不甲斐ないなって思ってる。いくらなんでもひどすぎるなって思ってる。まずはここでね、T スピンを塗っていく DT 法でございますね、まずは。まずはいつもの通り DT 法から入って、こっちにね、この形、DT 法を打った後に、4列連ができるんですよ。実際問題。なんで、それを狙っていくのもありですね。カウンターにね、十分。さあ、4列連狙っていくぜ。でも今のところ、今この4列連は、敵の火力を消してるだけに過ぎないんだよな。これはね、こっちだね。5、6、7、8、9、10、どうかな ?11、12! そうそう、これが4列連のいいとこ。かなり繋ぎやすいのよ。連を分かれば繋ぎやすいっていうのがもう魅力だよね。一番火力が出るからね。だからズルって言われてんだね。その界隈では。俺ね、でもね、どんな戦法を取ってもね、いいんですよ。なんでかって言いますと、私 CPU バトルです、これ。
皆さん、目くじは立てる必要はありません。これは CPU バトルなんですよ。つまり、誰にも迷惑かかってないんですよ。今この状況下で、敵に迷惑をかけることもないんで、どんな戦法を取ろうが勝ちゃいいっていうね、方程式が成り立ってるんですよ。これが CPU バトルのいいところ。ね。俺 CPU バトル、CPU バトルばっかやってるね、配信者いないぞ、正直。敵の火力を消し、うまいことね、消しずつやっていきたいところではありますが、この辺りでこうしとこうか。外空き3列行きましょう。外空き3列行きたいですからやめましょう。やめた。やめんのも早かったわ。ちょっと待ってね。やばいな。ちょっと待って、きついな。ちょっと待って、外空き3列、外空き3列。カウンターね、めっちゃ狙ってる。カウンターした方がいい。で、カウンターした時にね、この見づらいのなんとかなんないかな。すげえ見づらいの。カウンターしたら。まあ、むしろそれが欠点なのかもね、カウンターする分に。置いて、そっちの方が欠点なのかもしんない。カウンターをする代わりに見づらくなるのは相手の仕様なのかな。あー、ダメだ。まあいいや。敵の火力はさばいたから、とりあえず生き残ることを大事にね、していきます。はい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 。で、4列できてるよ、今。登らんか！登らないわ。しゃあないんで、登らないのはもう仕方ない。こうして、これはこうだね。で、こっちにして、はい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 、4。2人になっ、とどめ打ち！4、5、6、7、8。このパターンはね、9、10、11、12、13、14、どうかな？ 15 連やった！これが4列連のね、いいとこ。15連ですよ、15連。やばくない？いや、そこそこできるんだね、意外と。あ、やばいって言ってたらやばいよ。調子に乗ってるとやばいよ。レベル4だからね、敵。あんま調子に乗るわけにはいかない。しっかりやっていかないとね。大丈夫。積む速度もさすがに、さっきよりは、初めの時より向上してる。来た！テトリス！ここでテトリスを入れていく。ここでテトリス入れて、しっかり。ちゃんと見て。ミノ見て。ミノ見ていこう。ミノ見ていこう。はい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 。よし、オッケー！とどめ打ち。あ、カウンターにしよっか！カウンター4列連するか？あ、とどめ打ちにいいね。もう狙われてない。で、4列連を打っていく。手休めないよ。はい！いや、4列連はやべえや。KO24 やっぱ4列連でだいぶやったな。じゃあいよいよレベル5に挑んでいきたいと思います。まあ、4列連もね、習得してるんで、以前と違っていけると信じたい。よし、勝つで。このパターンはきついやつか。このパターンきついかも。で、こうして入れて、入れといて、はい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 。で、どうしようかな。来た！はい！オールクリアー！オッケーオッケー、オールクリア。ここでオールクリアはでかい。オッケー、オールクリア狙える。いい状態だったわ、ハイパイが。あ、3列連になっちゃった。まあ、いいか、3列連でいいよ。3列連行こうしよう。3列連でもいい。普通にね、火力は出るから、ちゃんと。3列連で行こう。3列連作戦に変えます。あー、やめます。やめれねえんだよ、今更。今更やめてどうすんだよ。ちょ、待って、これ、はい、ばい、やばい。これはやばいっすね。どうしようかな。わりかし普通に本気で悩んでたのに今。本気の悩み出てたな。もう、やっちゃうか。結構狙ってる人いるんで。あ、いなくなったわ。じゃあ、とどめ打ちで狙わせていただきましょう。とどめ打ちで狙うで。普通に。狙われてる分は取り返す。ここで。それ以上の火力を送る。やめた。カウンターに変えまーす。カウンターに変えまーす。99上手い人の配信とかさ、見てるけどさ、賞味何やってるか。やばくない？ちょっと待って、やばい。それは結構じゃないか、君たち。99のさ、上手い人の配信とか見てるとさ、何やってるか分かんないなっていう部分がちょこっとある。ちょっと何やってるか分かんない。動きがね、違うもん。ね、
やってる動きが違うんだよね、もう。なんか、積むスピードというかさ、積むスピードではなく、もうね、なんか根本の動きが違うというかさ、異次元なのよ。というか、敵の攻撃はさばいていきたいね。で、できればね、なんか終盤に向けて、この、KO バッジっていうのがありまして、敵を倒すと手に入る。それを手に入れておくと、終盤がめちゃくちゃ有利になる、みたい。だからそのあたりがね、敵を倒す、ちょっと待って、めっちゃ狙ってないですか。ちょっと自分めっちゃ狙ってないですかね。いくらなんでもちょっとこれは狙われすぎじゃないですかね。ちょっと待ってくんで、めっちゃ狙われてんね。ちょっと狙われすぎじゃないかい、みんな、君たち。すげえプレイヤー狙いしてくんじゃん。まあ、コンピューター感ね。いやー、そう、確かにでもよく考えたらさ、このゲームってさ、仮にだよ、そんなことはないんだろうけど、ゲーム的に考えれば、上手い人でも99人から一斉に狙われたら負けるんだよね。わかんないけど、もしかしたら勝つ人いんのかな。神様だったら勝つのかね。テトリス99の神様だったら勝ったりすんのかね。ちょっと待って、やばくないこれ。ちょっと待って、これはやばくないかい。大丈夫、いけるよ。カウンターしていこう。カウンターして分からせてやるんだ。俺を倒したこと、大丈夫。取り返す。いや、ちょっと待って、取り返せるかな。まあ、でも、いけるか、いけるいけるいける、余裕だわ。返せる、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 大丈夫、大丈夫。あー、ここに来る。どうしようかな。あー、アイミング作っちゃった、自分で。あー、よくない。あー、自分で作っちゃった。めっちゃ来るんだけどね、ねめっちゃ来る、めっちゃ来る。ちょっと待って、やばくない？ちょっと待って。誰だ、こんなに火力を送ってくんの。ちょっと待って、これはやばいな。さすがにやばいぞ。こっちが攻撃を遅れてないからね。返してるだけで。で、できればそろそろ整地をしていきたいところですよ。整地して、できれば掘る状態を作っていきたいんですよ。わかりますか？わかりません。私にはわかりません。私はこのムーブ的にわかっていませんね。くそー、やばい、やばいって。また俺がエコーで死ななくちゃいけなくなる。そんなことにはさせないぜ。お前の思惑通りになってたまるかっての。はい、Tスピンダブル。シングルこれ。これ、ダブルと見せかけたシングルね、これ。ちょっと待って。何してんの？すべてにおいて台無しのプレイしてんじゃないの？俺もしかして。ちょっと待ってくれない？一旦待て、一旦待と。あぶね。あぶねえ。俺は CPU レベル5に勝つまでね、絶対オンラインしねえって決めてんだよ。わかる？ CPU レベル5にも勝てないんだったらね、テトリス99に俺はできないと思ってる。俺はね、その敷居を自分で作ってんだ。わかるか？お前に俺のルールが。いやー、ちょっと待って、きついな。こうしとか。ちょっと待って、そろそろ食べれなくなってきましたよ、私。生存重視じゃ勝てないよ、もう残り10人になったら。KO バッジはでもあるね。さっき言ってた。KO バッジは意外とある。大丈夫。落ち着け。大丈夫。しっかり見ていこう。今から私、無言になっても皆さん怒らないでくださいね。皆さん、私が無言になっても怒らないでください。結構必死にやります、今から。割かし普通に必死にやります。やばいね。ちょっと待って、やばい。やばいな。マジでやばい。このことになってきてる。大丈夫。で、はい。テトリス。はい。もう瞬発力よ。しっかりミノを見て、次のミノを見ながら、勝てるかどうか。うわ、間違えた。アイミノ作っちゃった。やばい、ミスった。きついな、アイミノ。あ、やばいな。どんどんひどいとこに置いてってんな。すべてがね、やばいとこに置いてってる。終盤の競り合いに。うわ、待って。回れ、俺の競り合いに。